こんにちは、牧野です。今回は美容クリニックを受診した際にかかる時とかからない時がある初診料についてのお話をしたいと思います。ネットでは美容クリニックのホームページを見ると無料カウンセリングぜひお越しくださいという言葉が並んでいます。無料カウンセリングは美容クリニックでは当たり前になっていますが、これは実は大きな落とし穴があるということをお話ししたいと思います。この動画を見ることによって初診料の考え方、無料カウンセリングは意外と怖いんだなということを分かっていただけると思います。ぜひ最後までご覧ください。このチャンネルでは形成外科で8年、美容外科で10年の経験と知識を積み重ねた現役の美容外科医が現場の声を踏まえて正確な情報をお届けします。ぜひお役立てください。今回なぜ初診料の話をするかというと、患者様から時々他のクリニックは無料でやっているのになぜこのクリニックは初診料を取るんですかというお話をいただくことがあります。初診料というのは保険診療でもいただいています。初診料の方が再診料より高く設定されています。これはなぜかというと、最初の段階でいろんな情報を医療機関の方が聞いて、話を聞いて、必要な検査をして最終的に治療に持っていくという流れの時に、話だけ聞いて治療をしないという選択肢があることがあります。例えば話を聞いてこれをした方がいいよと、お薬は必要ない、こういうふうな生活習慣を変えた方がいいよだとか、行動で解決できることがあります。その場合は特別治療を行わないこともあるんですね。じゃあこういった時に医療機関は話をして治療法を提示したんだけども、そこにお薬とか手術とかやってるわけじゃないので、初診料がなければ無料で終わってしまいます。そうするともしかしたら無駄な治療、必要のない治療を進めてやらせてしまう可能性があります。そこに発生する人件費などのコストが発生しますので、少しでも売り上げを上げるために無駄な治療を進めてしまうかもしれません。特に美容医療というのはたくさんの広告費をかけて患者様を集めている側面があります。そのため無料カウンセリングという謳い文句で言ってしまうと、その患者様にとって本当に必要でない治療を進めてくる可能性があります。私の方では当日に治療をすることはありませんし、治療の予約を強制することもありません。そのため患者様が家に帰ってじっくり考える時間ができます。その結果治療を受けてくれる方もいらっしゃいますけども、中には治療を受けない患者様もいらっしゃいます。そういった患者様が出ても当院では構わないと思っています。しかしながら人件費、固定費などもかかっていますので、少ない金額ではございますがカウンセリング料をいただいています。またカウンセリング料をいただくもう一つの理由として、お金を出すことによって患者様も真剣にお話を聞くことができます。例えば無料で読める本が家に送られてきた、人からもらったとしても読まない方意外と多いんですね。一方自分のお金で買った本というのは読むことが多いです。つまりコストを払うことによって元を取ろうと真剣にカウンセリングを受けることができると思っています。私のクリニックは一人一人のカウンセリングも長く設定しています。そのため患者様も真剣にお話をしていただきたいと思っています。私も患者様にとって本当に必要な治療を必要な分だけ説明したいと思っています。やらない方がいいんじゃないかという治療は正直に言います。リスクもお値段も全部お話しします。その結果よく考えて治療を受けてほしいと思っています。初診料が安いところは治療費が安いという、そういった比例関係にはありませんのでご注意ください。当院では一人一人のカウンセリング時間を長く設定しています。なので無料カウンセリングにしてしまうと本気度が低い患者様がいらっしゃって、本当に治療を受けたい方が受けれない可能性があります。わずかではございますが初診料とカウンセリング料を設定させていただいています。ぜひご理解ください。今回お話しした内容をぜひ理解した上で美容クリニックを受診されてください。
また私のインスタグラムでは様々な美容整形の美容アフターなど症例写真も定期的にアップしていますので覗いてみてください。それからセカンドチャンネル若返り整形チャンネルを開設しました。アンチエイジング医学の専門資格である高加齢医学会専門医の知識と経験を生かした老化防止に関する専門チャンネルなので、興味のある方はぜひご覧ください。また動画に取り上げてほしい内容や質問があればお気軽にコメント欄にメッセージください。それではまた次の動画でお会いしましょう。